こんにちは、Pです。映画編、チャプター5、3回目です。もうだいぶ後半だと思うんですけどね。ちょっと珍しいものが手に入ったぜ。動画ちょっと編集してて気づいたんですけど、私チャーム買ってなかったですね。これであんたのもんだ。ハンドガンのチャームだけ買いました。これ1はあんま関係ないよね。はい、15% アップです。でもあくまでも確率ですよね。このストーリーだ。これも。あ、この人は罰でしたね。これ虫人の駆除、はい、3匹いると思います。いたいた。基本的にね、この釣り鐘みたいなのは航空機こうして出していただけばほぼ潰されることはないと思います。ちょっと待って、もう一匹来た。Ahí está. No puedo caminar. マジか。この先ですね。
ましたね、今ね。ちょっと怖いね、ここ。はい。一番上がるときが安全だよね、きっと。あ、もう落とせばいいか。外れまく。うわ。あ、ヘルメットかな、この人。あ、待って、あんなとこから撃ってる。やめろよ。一発だね。はい、でね、ここの後ろ、あそこにいますね。二匹目。え、何度なんですか。ちょっとがっかりだな。本当に少しのね、うん、ですぐのね、あ、待って、ちょっとこっちで狭いところで勝負しよう。危ないからね。え、待って、あんなところにまだいた。これでいるのか。どこから撃ってる。上だったな。あんなところにいる。
があるとつい使いたくなっちゃうんだけど、結構ね自分でダメージ受けちゃうこともあるからね、怖いよね。え、あ、ここにももう一人いたか。うわ、怖いね。宝がないですね。じゃあ登ります。登ってないけど濡れちゃった。ですね、ミスター・ケネディ、サドラー様の恩寵をその身に賜ったというのに。しゃべらすぎだよ。レオ、協力感謝するわ。あ、うわ、入ってくる。クラウザーに奪われた。また俺を失望させるのか。必ず取り返すわ。そう願おう。予定を変えたくはない。分かってるわ。クライアントはお怒りね。あれ、セーブがあるよ。声がしててセーブがあるということは、セーブしといた方がいいよね。はい、ちょっと危ないからセーブしておきます。この辺かな。ちょっとセーブが行ったり来たりしてるよね。どこです。いるいる。待って、そんなところ。うわ。え、うん、できるか。うわ、もう今だ、強いな。怖い。あ、なんか虫みたいなのがいた。ネズミかな、なんかいたよね。ここはトレジャーあるな。え、どこ。ん、あ、だったこれか。待って、声がする。うわマジかよ、怖いよ。あ、ここが懐き離れ。やっと来た感じがする。ここ英語編の時はね、トレジャーあったけどないんですね。はい、でこれで敵が出た気がするけど出ないのか。出ないね。うんお金かないね。誰か出てくるかな。え、あ、何だ、エンジンの音。まだよ。あ、ランサーか。これアイテムないんだね。あ、でももう一個ボートがある。ん、あ、ボートの鍵。え、クマさんのキーホルダーがついてないの。違うボートなのかな。あ、レオ。確かね、これ一緒に乗っていくよね。レオ編の時。違うかな。あ、そうだね。探し物かしら。優しそうな顔してた。あ、お金チャプターエンドなんで、ほんと長いね、ここね。マジで。はい、セーブします。
もうちょっといけるかな。あ、このシーンはありましたね。無言なの？レオ、何か言いたそうね。聞きたいことはあるが、まともに答えてくれるのか？ラクーンシティ、あの事件が起きてから世界は変わった。一人助ける間に100人が死んでいく。俺も変わった。あなたが？レオン・S・ケネディが？あなたは変わってない。そう思い込んでるだけ。このシーンはなかったかな。この会話なかったよね。あったかな。あれ忘れただけかもしれないし、覚えてない。だったら聞くが、お前はどうだ、エイダ。今度も俺を利用する気か？どうかしら。着いたわ。あなたのそういうとこ好きよ。またね。泣けるぜ。すごい、しっかりつけてる。地球から何かつけたんだね。さすが。うわ、気持ち悪い。何か杖についてる。サドラを殺しに来たの？それとも私？お前次第だな。計画の変更だ。断るかどうかは任せる。銃を怖がるとでも？面白い。いいわ。ただし、これは別料金よ。賢明な選択だ。目的地の座標を送る。忘れるな、俺はまたされるのだ。嫌いだでしょ。なんで笑った？敵地は遠いわね。え、何ここ。あー、なんだなんだ。やつらバレーボール。なんだここ。俺来たよね。うん、あ、ほら、よかった人がいなくて。え、何もない。あれ、ここ何もないのか。何もないんだね、マジで。繋がってるよね。え、ここに何もないの。ハンドガンしかないじゃん。もう少しいいのないの。いるかな。ん？あ、いるいる。こっち見たかな。
うわ、危ない。待って待って、なんだあいちゃん、いいのか、行って行っていいのかな。アイテムがあるよね、あるある。あ、なんかこれ高そうだね。しない、大丈夫これ。そしてる、あ、なんかいる。なんかいる。うん。うん。なんだよ。邪魔。ああ、邪魔よ。本当だ。わかった。そうなった。うわ。私どっちから来た？こっち？ああ、お姉ちゃんは、野営地からいいんだね、こっちだね。あ、紫って、武器商人？いる？え、どこ？え、これ？目的地は正面。クレーンだよね。うわ、やば。守りは固そうね。うわ、セーブポイントある？あ、カルっぽいよ。依頼はうまくいったみてえだな。わかりにくい。さすがだな、信用に足る腕前ってやつだ。ほら、新しい品を覗いてけよ。サンキュー。待って、オートセーブ入ってますね。これはかなりやばいとこだよね。前もかなり強敵出た気がするから。ほら、あんなにいるよ。で、ちょっとね、ここはセーブして、あ、あ、どれ、うん、新しい品のお目見えだ。見逃すなよ。どこに新しい品があるのよ。ちょっと珍しいものが手に入ったぜ。これ、あ、下があるんだね。手入れが行き届いた品ばかりだぜ。俺たちが保証する。あれ、いや、うん、どこに新しいのがあるの。あ、強化資料だ。わ、これは欲しいよね、きっと。まあ、ちょっとギリギリまでなるべくお金使わないようにする。他にはない一品がいろいろ揃ってるぜ。売るかな。どんな価値ある品だって、墓までは持っていけねえぜ。いいよな、ね、これは、うんうん、まあ、後にしようか、ね、後悔しないようにな。これはボンガンしまっスナイパーにする？増えるか。あ、でもそろそろ、あ、待って、新
かね、なんかボウガンもだけど、ん？あ、まあ、これじゃダメだ。ナイパー出したいよね、なんとなくね。ん？売ってるかな。はい。あれ？あれ？スナイパー私買ってない？そうだよね。そろそろだってこのスコープ使うところじゃない？違う？かな？わからない。一応普通のつけとこうか。次の機会を待ってるぜ。じゃあね、ここでセーブします。どこにする？海が突き場いらないね。ちょっとね、時間がどれぐらいになるかちょっとまだ把握できてないんだけど、ちょっとねここやばそうだから一回セーブして、今回はここで一旦終わりたいと思います。なるべくチャプター単位と思ったのでだいぶずれちゃってますね。はい、頑張って攻略したいと思います。はい、ぜひねチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあまたね。バイバーイ。